フレッチャー級駆逐艦はアメリカ海軍の駆逐艦の艦級。最も多く発注された駆逐艦の艦級であり、1942年から1944年にかけて175隻が建造された。艦名については、1914年の米牧戦争時にベラクルス上陸を指揮し、名誉勲章を受賞したフランクカイ・フレッチャー帝特にちなんでいる。 フレッチャー級は従来のアメリカ海軍駆逐艦より大幅に大型化しており、高揚性、武装ともに強化されたことから大きな成功を収め、駆逐艦の標準とも言える艦級となった。また、続いて建造されたアレン・エム・サムナー級、ギアリング級のベースともなった。フレッチャー級の設計にあたっては、基本的な要求は従来と変わっておらず1939年に、 設計を開始した時には、基準排水量1600トン前後、速力36ノットの計画であった。しかし、船体強度を増すため船型を、従来の朝鮮主労型から平ら板型に変更し、また、同時期の大型艦比で5ノットの有速を目標に、指揮官を増強したことから、条約の制約がなかったこともあって大型化し、 アメリカ駆逐艦としては初めて基準排水量が2000トンを超える空前の大型駆逐艦となった。溶接範囲の拡大に伴って、船体構造は縦肋骨方式の部分が拡大された。断片防御を重視したこともあり、船体の材料としては特殊処理工が多く採用された。また、戦時急増期であったこともあり、偽装など、 あらゆる面に標準化が推進されている。フレッチャー級の設計は、以後、チャールズ海アダムズ級ミサイル駆逐艦に至るまでの、アメリカ駆逐艦の基本線となった。上記の通り速力増強の要請に伴い、敷出力は従来艦の5万馬力から6万馬力に増強されている。機関配置としては、ベンソン級以来の分離配置が踏襲され、ボイラーを2機ずつ収容した。 間室と蒸気タービン、減速機、複水機等を収容した機械室がセットになり、全部間室、全部機械室、後部間室、後部機械室の順に直列のシフト配置とされている。主ボイラーはバブコックウィルコックス車製の重油栓小式水管ボイラーを四巻搭載しており、蒸気正常は圧力四十三三点キログラムフォース平方センチメートル、 温度摂取454度。主機は、ゼネラルエレクトリック車製のオールギアード蒸気タービンで、あるが、DD-649,662 から665では、ホスターホイーラー車製とされている。減速機としては初めて2段減速歯車装置が採用されており、タービンは高速回転とされた。フレッチャー級一般配置図手法としては、 初代ファラガット級以来のマーク1238口径5インチ砲5門装備が踏襲された。砲射撃式システムとしても同様にマーク37砲射撃式装置が環境上に搭載されている。当初は射撃式レーダーを持たなかったが、後に UHF 隊のマーク12、さらに X バンドのマーク25が装備された。一方、 広角基銃に関しては大規模な乾燥、増設が重ねられたことから、各艦ごとの差異が大きい。初期建て造艦では、当初、3.24番砲艦に75ミリ2 8トル基銃の4連装マウントが搭載されていた。しかし、第二次世界大戦中の戦訓から防空強化の必要性が痛感されたことから、 これを撤去する代わりに、ボホース 40mm 基銃と、エリコン 20mm 基銃が増備された。多くの場合、2番砲の後方両舷後部煙突脇両舷と 28mm 基銃の撤去後に 40mm 連装基銃が設置されていたほか、情景の一般配置図に示す通り、一部艦では5、連装魚雷発射艦のうち1機を撤去して、 さらに 40mm 連装基準が搭載された。また各所に 20mm 基準多数が装備された。20mm 基準はしばしばジャイロスコープ内蔵のマーク14照準機を備えており、また 40mm 基準はこれに FCS としての機能を付加したマーク51射撃式装置による射撃式を受けていた。水雷装備に関しては、 ベンソン級以来の5連装魚雷発射艦に機装備が踏襲されたが、爆雷投射機は6機に増強された。後に、対戦戦能力強化のため、多くの艦で環境前、両弦01艦パンレベルの 40mm 連装機銃が、ヘッジホック対戦迫撃砲の固定マウントに、乾装されたほか、1952年度計画で、フレッチャー級のうち39隻に対し、 すべての魚雷発射艦を陸揚げして代わって、単魚雷落ち射器を搭載するなどの改装が行われている。リ改装艦2番砲塔を搭載していた箇所にルーアマイナス4ウェポンアルファを装備しているウフラム2改艦艦また、1948年度計画より、ソ連海軍潜水艦の高性能化と造成に対応するため18隻が、対戦護衛艦に種別変更され護衛駆逐艦への 回収を受けた。これによって、レーダーやソナー、FCS が更新されたほか、2.34番砲は撤去され、代わって、旋回式のマーク15ヘッジホック対戦迫撃砲と、マーク333インチ連装速射砲が搭載された。さらに1960年代には、3隻がフラム2回収を受けて、マーク 108-324mm 対戦ロケット砲やマーク32単魚雷発射艦 QH-50 ダッシュを搭載している。マーク 108-324mm 対戦ロケット砲や単魚雷発射艦などはフラム2海装艦以外の同型艦にも新たに装備されている例がある。なお、6隻に対して航空機用カータパルトの装備が計画され、 そのうち3隻が実際に装備された。しかしこの計画は成功せず、以後の改装は中止され、これら3隻の装備も後に撤去された。また、ヘーゼルウッドは、QH-50 ダッシュの試験艦として、その格納庫、発着艦板などの航空偽装を設置しているが、この実績は、蒸気のフラム2回収の際に活かされることとなった。 1941年1942年度計画で175隻が建造され、うち17隻が第二次世界大戦で戦没している。第二次世界大戦終結後には多くの艦が予備役に編入された。1950年に朝鮮戦争が勃発するとそれらの艦は、ほとんどが現役復帰したが、現役復帰がなされないまま解体されたり、 標的艦とされたりした艦も多い。本級のうち49隻が外国海軍に売却、供与、対応された。その中には日本、ドイツ、イタリアといった以前の敵国も含まれており、アメリカ海軍での経歴よりも長い経歴を積んだ。中華民国に供与された艦のように、対艦ミサイルを搭載するなどの近代化改修を受けた艦もある。 これらの艦も大半は1970年代に解体された。最後まで現役に止まった艦はメキシコ海軍のクイトラ枠であり2001年に退役した。4隻が博物艦船として保存された。ありがとうございます。